西さん、やはり立ち上がり各バッターはピッチャーのボールを何球か見ると調子というのは分かるもんなんですか？ある程度ねキレは分かりますけどもね、でも後々ねスピードが上がっていくということもありますからね、分かりませんね。そうですか。タイガースマウンドに上がるのは先発の村上、どう立ち向かっていくのか注目です。バッターはオコエ、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。打ちました、中野、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている丸。村上、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは村上、そしてキャッチャーは坂本。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。打ちました、取りました、一塁アウト、スリーアウトです。この回ジャイアンツ三者凡退です。2回裏に入ります。さあジャイアンツ、この回は4番から始まります。岡本が打席に入ります。ジャイアンツ0対0で迎える2回、引っ張った、サードが取る、一塁送球アウト、ワンアウト。打席には5番バッター中田、まずはワンアウトを取っています。初球ボール、バッターから遠いところ空振りになります。誘ってきましたね、高めの釣り玉でしたが振りません、外れています。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターボックス坂本、ツーアウトランナーありません。打ちました、ショートゴロ、木浪、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。2回終わって0対0同点です。両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか？そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。さあどちらがその主導権握るんでしょうか。インサイド、ファールボールです。高め外れました、打ちました、この打球はフライになっています。木浪が抑えています、ワンアウト。8番バッター吉川、村上、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース、空振りです。カーブになります、これが3球目。変化球空振り、ツーアウトになっています。ピッチャーに打順が回って先発のメンデス打席に入ります。意外といいバッティングしますから案外期待できるかもしれませんよ。そうですね、今のはよく見ましたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール、ファウルです。5球目は何で来るか、アウトコース、ファウル、またファウル、打ちました、高く上がりました、キャッチャーが落下点に入ります。掴んで3アウト。この回ジャイアンツ三者凡退です。3回終了0対0同点です。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターはオコエ、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える4回の攻撃です。さあ変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは2番丸、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。村上、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました、高いバウンド、セカンドゴロ、取った、アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。西さん、今のプレーいかがですか？いや、あれだけの技を見せられたらね、バッターも脱帽ですよ。バッターボックスは3番梶谷、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。いいボールが行きましたね。はい、外のストレートがストライク、ノーボールツーストライクです。次が4球目、インコースを落としました、内へのボール外れました、フルカウントです。
引っ張った、セカンド取った、一塁アウト、スリーアウトです。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。4回終了0対0、ジャイアンツここまでヒットが出ていません。小宮山さん、そろそろキャッチャーのリードも変わってくる頃でしょうか。そうですね、狙い球が何かというのがある程度分かれば、まあピッチングの組み立て変わってきますんでね。そのあたりの配球にも注目していきましょう。4球目は何で来るか。この球は落としましたが決まりません。見逃し三振、ワンアウトです。打順は5番中田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね、そうですね。村上、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました、弾き返した打球はセンターへ、ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。打順は6番坂本、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。スライダーが決まります。ノーボールツーストライク、落としました、外れます。いい選球眼を持ってますね。インローのストレート、いいボールでした。アウトコース打ちました、ここは打ち上げています。中野抑えてスリーアウトチェンジです。この回ジャイアンツ三者凡退です。5回終わって0対0、ジャイアンツここまでヒットが出ていません。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。6回の裏、7番から始まるジャイアンツの攻撃、大城がバッターボックスに入ります。引っ張った、ボテボテ、ファーストが前に出る、取りました、アウト、ワンアウトです。8番バッター吉川、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね、そうですね。まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。振っていきましたが三振、ツーアウトになりました。さあマウンド上は村上、まだ一人のランナーも許していません。初球ストライク、低めの球手を出しました、あっという間にツーストライクです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終わって1対0、タイガースが1点を折り、リッサン、未だに一人のランナーも出ずに7回を迎えてしまいました。バッターはこのままでは終われませんよね。この辺でね、なんとかね対策練らないとね、まずい。2球目打ちました、中野抑えてワンアウト。バッターボックス丸、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。村上、まずは先頭バッターを打ち取っています。中野ツーアウトになりました。緩いボールがコーナーに決まります、ストライクです。ボールになります。低いところへ決めてきました、ワンボールツーストライクです。落ちるボールはこれは外れています。変化球入りません、スリーボールツーストライク。引っ張った、取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。7回終わって1対0。さあまず1球目、アウトコース、ストレートが決まっています。インサイド落ちました、ファウルグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスは5番中田、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね、タイミング合ってると思うので期待したいですね。インサイド変化球決まっています、得意のボールでストライクを取りました。さてバッターの坂本、どういうバッターなんでしょうか。これはバット出ず三振です。これが1球目、初球ボール、次が2球目、打ちました、ショート取った、
アウト、ワンアウト、完全試合まで。最初は変化球できました、ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。ファウルになります。バットは動きません。よく見ています。バットに当たりません。三振。完全試合まであと1人。バッターボックスには代打の松田。ツーアウトランナーありません。高め打ちました。ファールフライ掴んでアウト。これで3アウト。最後いいところなく試合終了です。相手ピッチャーの前に手も足も出ず、パーフェクトに抑え込まれました。ジャイアンツは屈辱の黒星となりました。小宮山さん、今日はもう仕方がないというぐらい相手のピッチングがすごすぎましたね。そうですね、もう手も足も出ないというような感じですから、まあどうでしょうか、悔しいでしょうね。ぜひ明日から切り替えてほしいと思います。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。